生児をおろそかにするな、北条氏康。この名言は、どんな些細なことでも見逃さない精神を表しています。氏康は、周囲の大名に囲まれていたため、常に警戒心を持ち、自ら動いてことに当たることを重視していました。北条氏康は、相模国の戦国大名で、 あと北条氏の第三大党首として関東の覇者となりました上杉謙信や武田信玄と互角に渡り合い政治的にも構想寸三国同盟や目安箱などの制度を整えました彼の言葉からは彼の知略や武勇だけでなく人間性や理念も伝わってきますね